はい、富士山ゴルフです。前回に、続きまして、今回もですね、またこのホワイトボードを使ってやりたいと思いますので、頑張ってついてきていただきたいと思うんですが、これ、今日は、打っていく方向はこっちです。今日もまたこっち、打っていく方向こっちです。で、今日はですね、これ地面、これ地面、地面。今日はこれ地面。地面、これ地面。で打っていく方向こっち。あ、はいはい、はい、それボール？これボール。ボール。これスイングプレーンとかでもややこしい。俺どんだけちっちゃい。これボール。はい。で、こっち、打っていく方向こっち、はい、で、みんなそうやけど今日もこうやってイメージしとるよね。わかる？こうやって逆、線逆やけど、線逆や、そう、こう入ってきて、こう抜けていく表にやん、ね、クラブがこう入ってきて、こう当たりました、こう当たりました、で、次こう抜けていくから、でしょってこう、俺もなどこうとか言うてんが、うん、違うの違うな、もうええわ今の今のええ違うのはもうええわもうで、こうやってイメージしてる以上、うん、そしたらまあなんか今俺はいや俺はこうやとか、なんかもっとこう、鋭角的にこう入れてくるわとか、ダンブローやねんとか、アホかって話だけど、いや、アンパンブローやねん、もっと、もうそんなもん、地面からえぐってな、そう、いや、ダンブローやねん、どうするのって、もっとこうやって鋭角的に入れてから、ヘッドファーストで入らへんやろみたいな、話すぐんちゃうんかみたいな、そう。俺がそんなアホみたいなこと言うか言うことで、そう、おしゃれ、はい、で、今日はこうやってイメージしとる以上、はい、頭の中で、うん、まだこれも上手くなりませんよって、はい、で、もういらんせん消して、はいはい、ほなこれをどうイメージしたらええねんって話になってくるわけよ、うん、またで、うん、ここでねいい？かも。いや、かも。ちょっと待って。ちょっと待って。わけわからん。こう入ってきて、こう抜けてくラインと、があんねん。こうやってイメージせへんかったら、ボールって拾えへん。それはさ、前もさ、前回もこういうラインですよっていう説明したよね、うんうん、こういうラインで入ってきてこう抜けていきますっていう話をしたよね、うん、で、はい、もう答えこれ、うん、こうやってイメージしてこう使わへんかったらボール拾えへんから、うんうん、はい、このラインイメージのもうこう待ってたらもう右手が左手の話やみたいなの分かるやん、うん、もう今日は胸の話とかちゃうよ、うん、もう俺は手のことしか知らへんねやから、でこうやってイメージしてるのは、イメージした方がいいのは、はい、右手か左手かどっちですか？左手。わざとやろ。いや、俺さっきも全部思ってるけど、俺もこれ左手思ってたよ。これ左手。前回さ、こっち打っていく方向でさ、うん、こうやって、前回は上から見た時や。上から見た時はこういう状態や。せやで俺今狂ってるんやろなっていうのを自覚してる。俺せやでこれ左手やろ。これ左手、うん、俺は、うん、これ右手、右手やな右手いうのはこう入ってきてこうアタックしてこう抜けていくわけよ、うん、右手で回転、スタートに右手で回転青いの分からへんから右手、うん、はい、見える右手、うん、またちぐさの踊ったりだよ、見えへんねん、もう怖いよ右手どう、あり、うん、
あれ、もうちょっと綺麗にかけてもそんなの無理やと思うよ。右手。はい。で、ほら、あと一つ残っとるラインって言ったら どんなライン？もうこっちの上からやんな。そうやね。あと一つ残っとるラインっていうのはこうやね。こう入ってきて、こう抜けていくっていうラインが残っとるよね。ターフ取れそうやな。そう。で、これが左手なの。が左手。これはさ、うん、アプローチの時にやる。アプローチのドライバーもパターンもこうし。俺はこれアプローチでやる。低いやだからこう面白、はい、ちょっと自分の中でちょっと面白いなと思ったのは、うん、前回こっからのやつあったじゃん。うん、こう上から見たっていうのがあるから、うんうん、で今回別に。じゃあってこう今度は立体でここを平面で捉える、まあ言ったら本当に こういう話してるわけよね。この話してる時に右手っていうのは今はねこの図でこの書いたのをスイングしてみると右手っていうのはこう使えって言ってる。今度はイメージすると下から下へ入ってきて右手っていうのは下へ入ってきて上へ向けてきなさい言うてる。左手っていうのは上から入ってきて下へ抜けてきなさいって言ってるわけ、はい、うん、こうとこうを相殺するとここがレベルになりますよって話してるわけよね。うん、縦の動きもそうそうそう。だから結局このラインこのここでイメージしようが、うん、ここで、うんうん、イメージしようがここに変えてしまうと右手と左手は同じラインやってるね。ああ、そうやな、またこの沈黙の時間のやつ人は本当に考えると言葉が出る。じゃあでも本当にもんなんだってさ、俺も逆で考えとったし、でもアプローチで考えるとはこっちやわって思うし、うん、アプローチなんか特にやけど、うん、アプローチ分かりやすいなと思う。縦のループをして、うん、高さを上げる低く出す止めるってあるよ、うん、アプローチ、うん、はい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 、ほうほう、なんか勉強しとるな。え、勉強しとる。勉強じゃない、俺の引き出し今めっちゃ開けとる。知らなかった。畳みもしてへんわそれループをな、縦でループで打ったりするやつ、うん、ね、低いので止めたいな、高いので止めたいな、で俺この動きは誇張する感じがする、うん、それをもちろん、ボールを、右足に置く、左足に置くでも若干変わってくるけど、そういうのだけで考えると分かりやすいけど、普通のスイングでこれなんでいいのって思ったりする。でもこれ基本やな。で今こうやって今のこの会話っていうか、うん、俺だけやぞ分かっとんの、お前言うとるの。え、なんでなん、うん、今例えば一気に YouTube 見てる人が例えば1000人ぐらいおったとしようか、うん、分かっとる10人もらえへん。この兄弟が何言うとんねん、ずーっと。そう、ほんとって、その間違いないんですよ。1000人見とって10人も分かる。じゃあ俺ごめんごめん、これここに渡辺真知子はどこに存在するの。え、渡辺真知子さんどこに存在してる。渡辺真知子、ここじゃない、ここら辺で渡辺真知子が完全に。そうそう、だから左手ダウンスイングの左手のイメージと、はい、フォロースルーの右手のイメージを足したら、うん、渡辺真知子になっちゃう。渡辺真知子かもめ、カモメが取ってくんねん、カモメが取ってくんねん、カモメか、カモメ。もうそんなん、もうこれから渡辺真知子言うたらカモメ、カモメ、そんな言わんでええけど、カモメやん。カモメだってカモメはこれやん。だから俺はカモメカモメ言ってるのは左手の軌道と右手の軌道やろね、うん、だって地面分かる、これで逆のとこ船底っていうのはこれ分かるかな、右手の軌道と左手の軌道ってイメージした時に船底になるじゃん。そうだけど本当のインパクトっていうのはカモメと船底が相殺されると、うん、レベルになってくるで、インパクトがゾーンになりますよっていうことが言いたいんです。あ、簡単に説明するなら、うん、
カモメの右の羽はなぜか左手や。カモメの右の羽は左。おお、そう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 。ほんで、そう、左の羽は右手で演奏しなさいよっていうのを頭に入れよっていうのが多分俺の中では俺アホやで。いやいやいや、そうそう、イージー。もうもうもう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。もうもう、アホも減ったけど、もうそういうこと、素晴らしい。もう本当になんかもう先生嬉しいから。そうなんや。うわあ、ちょっと待って、これはちょっと、これはこれでええな。あ、そうか。そう、俺全く逆やった。そうだから、俺テレコやわ。だからその辺もこうまとめてやりたいとか整理してこう考える機会っていうのをこう絵に描くとちょっと分かってくるじゃん。あ、分かった。そうするとそや、左手は距離、右手は、方向性っていうのがこういうことや。そういうこと。そう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 、もうそういうなんかもう過去の動画の伏線回収の回みたいな。そうか、そうやで。ほらせやわ、左手インパクトを迎えてくんねえで、勢いよくなきゃあかんね。そうだね。右手はそれを相殺させて、そう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 、方向性を出して、でその後の話、そうそう、この話だよねっていう、そういうことなんや。ああ、そういうことか。もう先生嬉しい今日。おお、そうよ、お前すごいよ、めっちゃ歌うまいの、びっくりするで。何の話やねん。もう本当に、でもだからなの。でもあながちこういうのも間違いじゃないし、うん、ね、うん、だからこう当たり前や、こう普通に考えたらこう入ってくるやん、はい、こうやるか、はい、でもこれだけをイメージしとったらなんでうまいこといかんかっていうことを説明したいわけよ、うん、でそれに対してカモメがある、今英語でカモメがあるよっていう話も散々してるやんか、うんうん、まあ、だけどこれはすごい頭で理解しやすいじゃん、はい、これはさ、もうなんていうの、まあ、言葉悪いけどどんなアホでも分かる話やん。だけどこれがさ分かれへんっていう話やね。でもそれ、うん、これとこれって話をしてしまうと分からんけど、うん、こうですよが右手、うんうん、こうですよが左手、うん、でやってるから船底とカモメが存在してますっていう風に、うん、本来はこっちなの考え方の正しい、うん、正しさとしてはこっち、うんうん、真正面から王道っていくんであれば今日の言い方、今までの言い方はどっちか言ったらちょっとひねってるけどねって、分かるやつにしか分からないよっていう。ああ、ほなプログラム何のことも分かってないことがよくあるやん、これ。え、あるって。ターフの取れ方がさ、それの方向とか分かってない。お前は本当に掘っていくな。ほらね、ターフっていうのは左手の話やんけっていう話になってくるもんな、俺の。そうやね。だからイーターフっていうのは大体どっちに取れるの、飛球線の右か左。え、いやいやいや、ちょっと待って、飛球線の飛球線に対して、もうなんかすごい、もうすごい、あ、左左、ごめんごめん、そうそう、こうボールがあるじゃん、はい、そしたらイーターフっていうのは、打った後っていうのは大体 こっちに、まあまあまあ、ザクって言うと、ザクってね、うん、こっちへ抜けるじゃん、うん、こっち方向に抜けるじゃん、はい、こういうターフが取れてる時の方が調子いいじゃん、うんうん、それなんでって言ったら今言って、うん、左手でガツンとも入れてんねん、うんうん、そう、でそれを右手でいかんといてそっちへって言って、右手が前回話したよね、うん、こう入ってくるよ右手は、うんうん、あ、ごめんごめん、こっちやね、うん、こう入ってくるよっていう話をしたよね、はいはい、そうだからガツンと左手で捕まえておいて、あ、そっち行ったらあかんって右手で押し込んでいくわけ、うん、だからみんな右手で押す、右手で押すって言うやん、うん、そう、みんなターフの形、そうそう、今はターフの取れ方の話。怖いっすよね。なんそれ、ターフの形。怖いっすよね。もし、え、何それターフの形とか、うわっ、うわっ、すげえよ、思ってんの。そう、だから、いや、もうそれはそうやと思う。形
ああ、そうだね。それはそうやと思う。だからただ今すごいほな、あの、うん、掘って話したけど、もう本当にそういうことで、そう、だから飛球線に対してインターフっていうのは若干やけど左に抜けてくださいが、はい、あの調子のインターフっていうのはそういう意味だけどね。なんか今日別にターフの話はするつもりなかったけど、だけど、まあ、左手が、うん、の動きがさ、うん、出てくるとターフになって取れるかな、どっち欲しいかな。これだから インパクト付近、うん、はい、で今度次回またもっともうここもう次回からでもうチグソも分かったっていうやつやからっていうことで、はい、今日はこの辺で、はい、はい、ありがとうございました。